こんにちは。演歌太郎チャンネルです。演歌歌手の氷川きよしさんがバラエティ番組ネプリーグにながらグループの皆さんと出演いたします。そして YouTube で最近話題の動画生配信をされる歌手も増えてきており、その内容をまとめてお伝えしていきます。3月9日放送のフジテレビ系クイズ番組ネプリーグで、氷川きよしさん率いるながらグループ演歌祭りチームと志尊淳さんが率いる渡辺エンターテインメントチームが対戦します。ながらグループ演歌祭りチームはきよしのずんどこ節をはじめヒット曲を多数持ち、 NHK 紅白歌合戦20年連続出場を誇る氷川さんのほか、持ち歌のタイトルに地名を取り入れた曲が多く、ご当地ソングの女王の異名を持つ水森かおりさん、大御所演歌歌手の山川豊さん、また大阪府出身の現役大学生で第60回日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞するなど、現在大注目の若手演歌歌手辰巳ゆうとさんらが集結。対する渡辺エンターテインメントチームは2014年列車戦隊特急ジャーで主演を務め、現在も数多くの作品に出演し活躍されている人気若手俳優の志尊さん、 NHK 大河ドラマ天地人など数々の話題作に出演し、俳優として活躍するだけでなくシンガーソングライターとしても活躍している城田優さんらが参戦しました。出題される問題の2つの空欄を2人1組で回答するファーストステージネプゴーラウンドでは、氷川さんが自身の出身地の名産品に関する問題で登場。そこで波乱の展開が。サードステージの常識問題を制限時間内に答えるゲームでは、城田さんは勝敗が決まる最終ステージでミュージカルの本番前くらい緊張しますとガチガチ状態。対するながらグループ演歌祭りチームの山川さんも緊張のあまり放心状態。山川さんはリラックスするために声出しで新曲をアカペラで披露。その勢いのまま勝利をつかむことはできるのか。イベントやコンサートが中止延期の今、元気な姿で演歌歌手の皆さんをテレビで見ることができるのが一番の楽しみですよね。若手歌手の真田直樹さんがなんと YouTube でサイン会を行い2時間生ライブ配信するなど話題を呼んでいます。ご存知の方も多いと思いますが、ご説明いたしますと、基本的に YouTube は事前に撮影編集したものを動画としてアップしていますが、その場で撮影しているものを生配信としてテレビの生放送のような感覚で配信することもできるんです。ファンは画面の横のチャット欄でコメントを書き、歌手は生でそのコメントに対し反応してくれたりするんです。どのようなものか
ご興味ありましたら、YouTube の検索欄で、真田ナオキネットサイン会と検索していただけましたら、その様子が見れると思います。今後は、こういった演歌歌手の動画、生配信も増えてくるのではないでしょうか。ぜひ、ながらグループの皆さんでもご検討していただきたいですね。氷川さん、水森さん、山川さん、辰巳さん、テレビ出演楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。